まずこんにちは。2月になりました。1月というのは我々神主にとってはあっという間、忙しいけれどもあっという間に過ぎてしまう、そういった感じですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。1月はあっという間、2月は短くてあっという間、そういうふうに1年というのはあっという間に過ぎていくものかと思います。それだけ1日1日を大切に過ごしていかなければ、どんどんやりたいこともやれなくなってしまうかと思います。2月からも気を引き締めていかなければ、そういうふうに思うところでございますが、今月も言霊を発表したいと思います。今月の言霊、きさらぎの言霊はこちらです。過去に3度首相を務められた桂太郎さんの、これも短歌になりますかね、57577。一日に十里の道を行くよりも、十日に十里行くぞ楽しき。この言葉、座右の銘にされている方も多いのではないでしょうか。何事もそうですが、一日に、短期間にですね、パパッとやってしまうよりも、十分な時間をかけてその過程を楽しんでいきたい、その過程ですね、成功するまでの過程、ゴールまでの過程が大切、苦労してコツコツ積み重ねてきて成功したものと、パパッとやってあっという間にできちゃったこと、どちらが自分にとって価値があるか、そして自分によって思い入れがあるか、それはかなり変わってくるかと思います。そして短期間にやってしまうことというのは、人間の記憶にはやはり残りづらいものかと思います。例を出してみれば、夏休みの宿題を最終日にパパッと全部まとめてやってしまう、これは頭には何も残らないと思います。実際に学力がついたかというとそうでもない、ただこなしただけ、終わらせただけになってしまいますが、夏休みの最初から最後まで毎日コツコツ少しずつ宿題をやって、最終的には同じ最後の日に宿題すべてが終わったとすれば、この地道に勉強してきたことというのは人間寝ることで記憶に残っていきますので、徐々に学力ついてきているかと思います。何事も同じですが、短期間にパパッとやってしまうよりは、コツコツ地道に続けていった方が到達したゴールの価値というのは高くなるかと思います。まだまだ今年は始まったばかり、これからいろんなことを1年のうちにコツコツやっていって、最終的には自分にとって価値のあるものが今年一つ残ればいいですよね。今月も飾っておきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。